緊張してます、まあ、なるようにしかならないんでとにかくまあいつもやってることをやればいいんじゃないかなと。日本男子体操団体総合は2日目の自由演技に入り、日本、中国、ブルガリアの銅メダルをかけた三つどもえの戦いになりました。自由演技3種目目を終わったところで日本は3位を確保。でもその差は紙一重です。決着は後半3種目の得点争いに持ち越されました。ブルガリアの浮上というものもちょっと不気味な存在です。さあ世界初のシンシン・トカチェフが成功するかどうか。日本の高校3年生西川、さあ頑張れ。後半戦日本は鉄棒からです。最初は足を開いての開脚のトカチェフです。開脚トカチェフ成功。次です。さあ次ですよ。シンシン・トカチェフ成功。さあ成功しました。さあフィニッシュ。伸身のムーンサルトでしょう。伸身ムーンサルト、着地もまずまず。石川一生懸命。4位中国の種目は最も得意とするゆかです。エースリネイのこの演技は得点 9.95。 ロサンゼルスオリンピックの金メダリストローウンも底力を見せます。今度のオリンピックではミスが相次いだ中国ですが、アジアの体操王国の面目をかけて激しく日本を追い上げます。日本を激しく追い上げる中国のローグ9.950、 ローウンゆか 9.950。 ついにここで中国が日本を抜いて第3位へ、日本は第4位へ。その差がしかし 0.05 です。中国チームにもちょっと明るさが戻ってきましたが。そうですね、4種目目が終わった時点でついに中国が逆転、日本は4位に後退しました。しかし点差は0.05、 一人の選手のちょっとしたミスが順位を左右します。ムーンサルト、日本の5種目目はゆか。小西をはじめベテラン勢も踏ん張りました。2回宙返り。この時あん馬に移った中国は2人が思わぬミスを犯し9.3 点台の低い得点、大きくつまずきます。日本再逆転のチャンスが生まれました。盛んに日本選手も中国選手の動向を見ておりますが、2人失敗しましたが中国は。そうですね、まだまだ分かりませんよ。再度逆転のチャンス。そうです、チャンスが十分あります。さあゆか日本ラストは池谷。さあ頑張ってほしいですね。ここで 9.80 以上を出せば中国を再びリードすることができます。最も池谷が得意とする種目、高さがあります。はい、いいですよ。足も閉じてますしね、減点ありません。折り返して前方宙返りですね。そして3回ひねり。あ、大丈夫です。はい、うまいことごまかしました。体が後ろに行ったもんですからそのまま後ろに倒れたんですね。ちょっとびっくりしました。はい、ドキッとしましたけれども、脚力のある選手ですよ。
おそらく最後はムーンサルトを持ってくると思うんですね。さあ池谷、さあ着地ムーンサルト、あーいいですね。両足でちょっとね後ろに交代しましたけれど、あ出ましたね。池谷の得点は 9.90、 やってくれました 9.90。 しかし5種目を終りましてブルガリアが5位から浮上してまいりました、ブルガリアが3位に上がってきております。すごいですね。中国に再逆転した喜びもつかの間、つり輪で全員が高得点をマークしたブルガリアが一気に3位に躍り出ました。いよいよ最終種目6種目目、日本がアッパ、中国がつり輪、そしてブルガリアが跳馬です。目まぐるしく順位が入れ替わる銅メダル争い、決着は最終種目まで持ち込まれました。この時点差はブルガリアと日本が 0.5、 中国と日本の差はわずか 0.1 です。最後の種目、ブルガリアは跳馬です。しかし最初の演技者、このゴチョフの得点は 9.60、 3位に踏みとどまるためには厳しいスタートになりました。日本の種目はあん馬です。じっと出番を待つ最後の演技者、水島と西川。水島の演技を前にして日本は4人が 9.75 から 9.90 の高い得点をマークしています。初日の規定ではあん馬で 9.90 の高い得点を取った水島、再逆転への期待が高まりました。水島完璧の演技、日本初の10点満点です。ブルガリアを抜き去りました。しかし中国は土壇場で本領を発揮しました。つり輪で全員が 9.80 以上の演技を見せ、日本を激しく追い上げます。中国とのギリギリの銅メダル争い、場内の観衆もライバル中国も高校生西川の最後の演技を注目します。日本はあん馬西川です。さあ頑張れ。水島10点の後の6人目西川、日本はすでにこの段階でブルガリアを抜いています。中国との銅メダル争いになっています。フィニッシュです。完璧な演技ですよ。決めました。拍手です。ガッツポーズです。横チーム、よくやりました。今日の全ての演技終わりました。西川も10点満点が出ました。やりましたね。日本銅メダル確定。おめでとう。涙です。よくやりましたね。涙も銅メダル。現代っ子の涙が爽やかな銅メダルへのフィニッシュでした。